現在台風16号が発生しています。本州に上陸する可能性は極めて低いものの、強い勢力で接近するため関東では荒れた天気に警戒が必要です。雨や風が強まる前に確認しておくべき対策のポイントをご紹介していきます。まずは家を守るためのポイントです。雨戸やシャッターのない窓は割れたガラスの飛散防止のためにカーテンを閉めたり、窓に飛散防止フィルムを貼ったりします。飛散防止フィルムがない場合は養生テープで補強するのも飛散防止に効果的です。物干し竿は飛ばされないように下に下ろしておきましょう。また植木鉢などは飛ばされたり倒れたりしないように固定します。強風で飛ばされそうな植木鉢は屋内へ移動しましょう。平均風速が20メートルを超えると細い木の幹が折れたり、根の張っていない木が倒れたりする可能性があるので要注意です。その他家の周辺や屋内での対策も重要です。早めに側溝、排水溝を掃除し、枯れ葉やゴミなどは取り除いておきましょう。また断水に備えて浴槽に水を溜めておく、停電に備えてスマートフォンやバッテリーの充電をしておくということも大切です。対策のポイントをいくつかご紹介していきました。自分と大切な人の命を守るため、早めに台風対策をして、事前に避難経路や避難方法などの確認をしていきましょう。台風の最新進路情報や現在地への影響速報はウェザーニュースのスマートフォンアプリからご確認いただけます。ぜひご活用ください。